半前尾先生です。今ね、ちょうど決算したんですよね。これが下がったんだけど、このね、15分のを見ると30分で投資しててね、ここで今全部切り替えたんで、こう残ってますけど、この差ね、ここぶつかったんで、ちょうどいいところですね。15分足で見ると、ここはだいたいね、計算するところなんで、今日で6000の利益ですね。3000ね。3300円の利益。500円はちょっと別で、今月ちょっと別で稼いだやつなんで、で、まあ約6300円の利益取りました。今日ね。1万ドルだけど、ここちょっとぶつかったからね。で、これスワップがかかるんで、買うことはできません。売りだけですね。ということで今日のこの練習投資は6300円の稼ぎを今しました。これはね、18時30分ね。10時間違います、この時間がね。で、今、この時刻ですからね、ちょうどこの時に、30分の時ですね。18時30分の時に、決算しました。これいいな、いい儲けだな、6300円ね。いい、こうぶつかったからね。ここ取引してね。実際ここで取引したんで、この線見てここら辺から取引したんですよ、こっちでね。で、落っこってきて、そろそろって言って、こっちの方で見ると、ここに黄色線ぶつかったんだところですね。ね。で、また戻ってる。ちょうどいい時ですね。これから下がるとはわかんないんですよ。ここから上がる可能性があるんですよ、これで見ると。これ勝率 72.7% で上がる可能性があるんですね。ね、だから危険地帯ですね。こっちのは勝率 60% なんですよね。こっからここまでぶつかるまでね。こっちの方が高いですからね。まあ、概要で見るとこんな決算値が出るんだけどね。こっから見ると決算値でしょう。これが出るまでは相当時間がかかりそうだってね。分かりづらいかな。こう言ったかな。これシグナル出てこうでしょ。これで言うとここまでですね。これ412だから15分かける412ね。このシグナルからね。これも勝ったわけですね。結局ね。まだ出てない。まだ分かんないかな。ということで、半前尾先生、3124円と3167円儲けました。スワップは1日経ってなかったんで、ゼロでしたね。うん。俺、スワップ金だけどさ、6時が7時になると切れ替わってなんのかな。1分で変わったりするんだったら、その時につけてたら、上がるんじゃないかな。24時間経たないとダメなのかな。まあいいわ。それで、あ、こんな上がってきちゃったよ。ちょうどいい時だったね、これね。計算したのはね。こうぶつかったからね。これどうなのかな。またここら辺いい時期になったらこれまた売りますよ。ここら辺、ここにぶつかったらね。ね、今度売りのスプリットね、これ、ちょっと、セールね。これいらないから、消去しとこう、これ。間違えるか。で、セールで、修正で、
これセールでね、マジックナンバーついてるんで。で、これを、ね。1万ロットにね。コスパ安心だな。で、これ9にしとこう。ね。99。あとで変えられるから。ね、これでいいんじゃないかなとね。これ随分上がったなぁ、こんな。ことなんだ。ああ、もう分かった。これ、少し上がってるから、場合によってはこの上上がる可能性があるかもしれないね、だけどね。ここは出てないんだよね。まあちょっと待ってね、今ね税関とね、テレパシーで話してて、まあそういうことですね、うまく勝ちました。今んとこまたこう上がってるね、上昇がね、ちょうどいい時だったな。これ見てくるのかな、こんな上がってるよね。こう上がっていくかもしれないね、またね。この境越したんでね、当たったというかね、ここね、越してるでしょね、ちょうどいいチャンスだよね。で、こう締めといて、ということでした。半間洋先生、6300円儲けました。今日試験投資で、本当はこれ100万ドル投資しますけどね、60万になるんだな、100万ドルだとね。素晴らしい。ありがとうございました。